たまりきどう坂えらい、韓国名、超坂えきたる、男性、1974年4月19日隊は、東京都江戸川区生まれの元大相撲力士、元在日本大官民国民団所属の在日韓国人である。韓国籍時代の本籍地は、大韓民国手具工騎士。現在は、年より、十大末が、根として日照の席部屋で、更新の指導に当たっている。 片尾並部屋に所属した。現役時代の体格は 184cm、139kg。特異種はもろ差し、右四つ、より、上手投げ。時折掛け投げも見せた。最高位は、東前頭八枚目。血液型は B 型。建設会社の次男。明治大学付属中の中学校、高等学校を経て、明治大学に進学。 明大中の中時代は2学年先輩に花田浩二がいた。明治大学では同級生となる富永武樹、3年後輩となる竹内正虎と共に全国大会で活躍し、1996年の全日本相撲選手権大会の個人戦では当時の幕下付け出来順を満たす実績となる3位入賞を果たした。大学時代は明治大学の看板と言われる 小学部に在籍し、学業にも、真面目に取り組んでいったという。大学卒業後に、同胞の先人である、力道山光弘と玉の海の名を取った、玉力道坂偉いという四行名で片尾並部屋に入門。1997年3月場所にて、幕下付けでで、初土俵を踏んだ。順調に番付を上げていき、1999年9月場所で玉の用とともに、 新十両に昇進した。同部屋力士の同時十両昇進は1993年1月場所の朝の和歌、朝の党以来6年ぶりの事例であった。十両昇進が確定すると在日本大官民、国民団中央本部を表敬訪問し、当時の中央団長である新広志幸から在日韓国人の関取誕生は、 非常に、めでたいこと、健康に気をつけて良い相撲を見せてほしいと激励された。一度は幕下に陥落したが、一場所で十両に復帰すると十両に定着し、2001年、一月場所で新入幕を果たした。しばらく十両と幕内を往復する生活が続いたが、2003年に一度は幕内に定着した。しかし同年、 11月場所に左膝を故障し、無理をして出場したため帰って状態が悪化してしまい、本来の相撲が取れなくなり幕下まで陥落した。休場が続き、一時は西三段目80枚目まで番付を落とした。怪我が解放に向かうとともに一気に幕下まで番付を戻し、2006年1月場所では東幕下5枚目まで番付を戻し4勝3敗と勝ち越した。 重量から陥落する力士も多かったため、翌3月場所の重量復帰が決定した。その後は重量に定着していたが、2007年7月場所では、境沢戦で右膝を痛め途中休場。この場所は、再出場しなんとか重量に残留したものの、翌9月場所にまたも境沢との対戦で膝を痛め、この影響から、 西重量12枚目で3勝12敗と大きく、負け越して幕下へ陥落した。幕下へ陥落してからは4場所を連続して3勝4敗の成績で、2008年7月場所では5勝2敗と7、場所ぶりに勝ち越しを決めたものの、それ以降は幕下中以下に低迷した。2009年に日本国籍を取得。2010年1月場所を最後に引退し、年寄り、 新井を襲名した。2013年6月25日、仙台の退職により秋名石となっていた二所の石を取得し、名石変更。2014年11月24日付で松が根部屋に移籍12月1日に松が根部屋が二所の石部屋へと解消される関係で九代松が根と名石交換を行い、十代松が根を襲名した。 2020年8月7日、相撲協会は、松が根に2019新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出たことが確認されたと発表した。松が根は、7月場所中は所属する二所の関部屋には通っておらず、墨田区保健所の調査により、全協会員及び国技館内に濃厚接触者に該当する者はいなかったことも判明した。その後、同月13日に、 都内の医療機関から退院したことが14日に発表された。新弟子のスカウトなどで外出や面談を行う時の対応として6日に PCR 検査を受けたところ陽性と判明しての入院であった。ウイルス量は低地で発熱などの症状はなかったという。2020年9月12日、日本相撲協会は協会の新型コロナウイルス対策ガイドラインに違反したため、 松が根を9月場所は自宅謹慎させることを発表した。この謹慎は暫定的な措置であり、今後、協会コンプライアンス委員会などが調査し、理事会で処分を協議される。この時点では詳細不明ではあるが、8月31日以降に禁じられていた不要不急の外出をしたためであるという。柴田山広報部長は、部屋付きでも部屋に稽古を見に行くから、 部屋に持ち込む、可能性がある。一度陽性反応が出ているんだから自覚しないといけない。朝かすぎる。何のための講習会なのか。処分が出るまで謹慎と厳しく断じ、小車事業部長は、教会員が一つになってやっていかないといけない。大事な時に軽はずみな行動を親方がとってしまうことは本当に残念だし、悔しく思うと話している。10月1日の教会理事会で、 検疾処分が決定した。協会コンプライアンス委員会調査によると、協会が原則外出禁止としていた8月31日以降、9月5日から10日までの間に少なくとも4度、家族との外食など不要不急の外出を繰り返したという。同委員会は、部屋付きとはいえ、年寄りとして、自らを立して、弟子たちの模範たるべき立場にありながら、 家族との近場への外出ならば問題ないなどという、身勝手で浅はかな考えのもと、不要不急の外出を繰り返していた、寛大な処分をもって望むのでは、他の協会員来の示しがつかないとして、県籍の処分意見を八角理事長に答申していた。ありがとうございます。